はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。祝新イベントプニットショットということでですね、久々の何年ぶりだろうか新イベントがね来ました。しかもですね、事前にね運営からねツイッターの方で、まあ、リーク情報もあってかなり盛り上がっていたところにこのイベント、皆さんどうですか、楽しんでますか。まあ、初めての新イベントということで、まあ、難しいとね感じている方が多いんじゃないかと思います。まあね、いろんな意見が聞こえてきますよ。クソイベだとかね、やめちまえっていう意見もあれば、まあ、意外と楽しいっていうね意見もあります。僕の感想としては、正直ですね、現状難易度はね少し高めに設定されているのかなという気がします。まあでもこれはですね、今のイベントに限ったことではありません。妖怪ウォッチプニプニの場合はイベント前半はね、まあおはじきにしても気まぐれゲートにしても難易度は非常に高いです。イベントが進むにつれてだんだん難易度はね適正化されてきます。だからイベントはですね2週間かけてやると。でイベントが終わった時点にね、このイベントがどうだったのか、そのあたりね評価していきたいなと思います。だからさ、まあ今日も話していくんだけど、イベント後半でですね、まあぶっ壊れキャラの追加キャラがあったり、復刻があったり、特殊能力が強化されたり、配布があったりとね、いろんなことがあります。それでね、だんだん難易度は適正化されていく。それがプニプニです。プニプニとは忍耐。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。まずですね、キャンペーンがね、ビッグキャンペーンが2つ来ましたよ。まず1つこちら、ナイスショットキャンペーン。今回初登場です。プニットショットがね、まあ、初登場ということでですね、こんなキャンペーンが始まりました。プニットショット登場、週末だけのチャンス。呼び出し回数が3倍。1日3回好きな時に空転とプニットショットができるよ。これは嬉しいじゃねえか。まあ、ただですね、元気は足りません。出現する確率2倍。大花の鬼姫シュカが出現しやすいよ。おお、まあ来ても倒せないけどね。ということで、まあどっかで聞いたことがある、なんかおはじきの時にもあったようなキャンペーンなんですけども、期間限定で来ました。まあこれについてはね、いいキャンペーンかなと思います。まあなんだかんだ言いましたけども、ないよりあった方が全然有利です。そして皆さんお待ちかね、来ましたね、1800万ダウンロード突破ということで、とてつもない数字を達成してしまいました。ここでですね、9000 Y ポイントがログインするだけでもらえるという、まあ配布ですね、ありました。まあこれはね、ちょっとね安心しています。1800万ダウンロードなんで 1800Y ポイントかなとね思っていたんですけども、しっかり9000ポイント来ました。ガチャがね20連できます。皆さんね、この Y ポイント何に使いますでしょうか。もうガチャ回しちゃった。まあこの後ねいろいろ話していきますけども、僕はねまだ使わない方がね賢明かなっていう気がします。追加キャラはあるのかないのか、皆さんどう思いますか。まあ最近のプニプニでは毎回あるよね。1体なのか2体なのか、それとも3体なのか。今回のイベントでの妖怪大辞典の追加は9体でした。ランクダブルゼータの暴走不動明王、まさかのガチャから、そしてランク Z のねシュカありました。こうやって見ていくと、あれれ SSS ランクの不思議族、こちらがねまだ出てきていません。ということはこれは一体何なの。百花繚乱雷神朱雀ということでですね、新しい朱雀が来るんじゃないの。ランク SSS の不思議族、必殺技は横一直線に妖怪プニを消し蒼天玉を作る。なんだよその蒼天玉ってさ。スキルは自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。これむっちゃ使える系じゃね。まあスキル書がないと意味ないけどね。入手方法は追加ガチャ、そして特殊能力が主家に対してダメージアップ、チャレンジステージでのダメージアップとダウンということで、まさにぶっ壊れあれですよ。これは前のイベントでいうところの灰原愛枠に匹敵するキャラじゃないでしょうか。ということはやはり確率は 1.6%。 そうなんです、ここね非常にポイントかなと思います。まあ今ね暴走不動明王が確率超アップ来ているとはいえ 1% なんで、正直ね 1% 神引きしない限り出ません。ただですね 1.6% ならなんかワンチャンあるかなっていう気がする。
だから運営もうまいよね。 Y ポイント配布とさ、ちょっとこの追加キャラ時期をずらすあたり非常に憎らしい。だからね、ガチャで特殊能力持ちキャラが出なくて若干イベント行き詰まっている人は、この追加のねぶっ壊れをね見てからねガチャを引くっていうのもありかなと思います。今回のイベントの目的は、まあ人それぞれね目的あるとは思うんですけども、まあ一般的に言えばね、こちら。まずはね、9回勝利でランク Z の桜花の鬼姫鹿をゲットできちゃう、まあこれだよね。ここをまあ目指してやっていく、まあそれがね今回のプニットショットかなと思います。この主歌なんですけども、必殺技は一瞬で数えきれないほどの妖怪プニを消す、スキルは自身の妖怪プニをつなげると普段より大きくなるということで、まあ必殺技とねスキル的にはね、まあユニークスキルではないので、まあ他のキャラでもね代用が効かないことはない。まあただですね、シュカちゃんですから特別ですよ。シュカちゃん欲しいよね。そしてもう一つ、 Y ポイントで回すねプニットショットガチャからランクダブルゼータの暴走不動明王ということで、こちらはね、まあ、非常に特別ですね。強い。必殺技は不動雷鳴拳で4種類の妖怪プニを切る、スキルは必殺技を使った後に技ゲージが少し残るということで、まあ、スキルレベル上げてやるとね非常に強力と。で今回のねプニットショットイベントなんですけども、もう4月の時点にですねプニプニの公式ツイッターの方でつぶやきがありました。まあ新しいイベントタイプのね開発をしているので、まあ楽しみにしていてくださいということで、かなりね煽ってます。まあこの期待がね大きかっただけに、まあ今回のイベントねちょっとがっくり来ている人もねいるんじゃないかと思います。まあ言ってもですね、おはじきイベントにねかなりフォーマット的には近いのかなという気がする。まあ角度とパワーを決めてショットなんだけども、これがですねコースを外れたり敵に当たらないと失敗ということで、まあゼロ、まあなかったことになってしまう。これがですね非常に、まあ人によってはね結構意見が分かれるところかなと思います。僕としては確かに失敗は痛いんだけども、ゲーム性としてこの大ダメージとゼロを持ってくるあたりだから、まあギャンブル性が高いんだけど、まあ結構非常にね興奮するというかね燃えるので、まあありって言えばありかな。ただ失敗確率が異様に高いのが気になるけどね、まあ僕の場合なんですけども。まあこれについては、まあみんなのねいろんな意見があれば、まあ今後のイベントで改良されていく可能性はね大いにあるかと思います。あれだよね、まあ武道会のね妖魔界トーナメントでも昔はですね横取りありモードなしモードは選べませんでした。みんなね横取りありモードしかなかった。ただね横取りなしでやりたいっていう人の意見がね結構たくさんあったので、横取りなしモードが追加されました。まあそれと同じようにですね、まあ失敗は嫌だっていう人がいれば失敗なしモードみたいのがね、まあ今後追加されるかもしれません。ただしただ単にね失敗がなくなるわけじゃなくて、まあその分ね獲得 Y ポイントが減るとかね何がしかはねやってくるかと思います。だからどちらがいいっていうのは、まあ今の段階ではね何とも言えません。空天の HP なんですけども、僕はですね、まあ、ついこの間レベル50までね到達しました。そしてデータを見ていくと、まあ、新たなことがね分かってきたわけであります。まあ、ちょっと分かりにくいのでグラフにしてみました。こんな感じです。だからこれを見るとおはじきの時には、これを見るとおはじきバトルとはかなり傾向が違います。おはじきバトルではレベル40からレベル50は穏やかにしか HP が上がりませんでした。ただこのプニットショットでは違います。その逆です。レベル40からが本気です。レベル40から50でもうこの反り立つ壁がさ、角度がさかなり上がってんだよね。だからレベル30ぐらいまでは HP が低くて倒しやすいんだけども、レベルが上がってくるともうむっちゃ強い、倒せない。だってさ、マックスでさ HP2 万なんで、これはですね特殊能力持ちキャラがないと倒せません。だからそこがちょっと攻略の鍵なのかなっていう気はしています。桜花鹿の HP なんですけども、こちらもですねレベル9まで倒してデータ取りました。これを見ると、まあ、レベル6、7、8、そして9、ここの上がりがえぐい。まあ、数字的にはですねおはじきバトルにかなり近いんですけども、ちょっとねこちらも分かりにくいのでグラフにまとめました。グラフで書くとこんな感じ。まあだんだんねレベルが上がるごとに HP は上がっていくんですけども、レベル5まではね非常に弱い、倒しやすい。そしてレベル7でガクッと一旦上がって、そして8もね7とねあまり変わりません。
かと思いきやレベル9で一気に倍増です。これどうなのっていう気がする。いきなりもう50万オーバーだからね。どうするこれ。だからレベル7で空転取る、ここまではねなんとか頑張ればできるかなっていう気がする。ただしレベル9はちょっと何がしかのね対策が必要かなという気がします。元気ドリンクは一体何本ゲットできるのか。今回ですねおはじきバトルと同じ課金システムで元気ドリンク方式です。今回はですねワイポイント交換が5本ということで、今まで7本だったんだけど2本も減らされてしまいました。そしてお助けパワーは1本、勝利後のご褒美が1本、そして勝利後のご褒美でゲットできるのが無制限。不具合のお詫びは今まで通りありません。まあ今後もありませんということで、合計7本で、まあ、従来比マイナス2本ということでちょっとね厳しいかな。ただですね僕の感覚的には勝利後のご褒美でゲットできる確率がね今までより高いような気がする。だからそのあたりでねうまくバランスをとっているのかなという気がします。プニットショットなんですけども、まあ、通常キャラだとですね大体526ぐらいだから全然ねダメージ出ません。敵の HP がさレベル9でさ54万に対してさ526、もうね HP ゲージ動きません。でほぼほぼ配布でゲットできるジータンですね、こちら特殊能力がですねありまして、強さ的には3385ということで、まあこれもね意見が分かれるところ、特殊能力持ちにしては弱いっていう人もいれば、まあそこそこ強いんじゃないかっていうね人の意見もあります。で暴走閻魔がですね強さ的にはね2435なんで、まあジータンはね暴走閻魔よりは 1.5 倍強い、まあそのあたりを考えれば、まあランクを考慮するとねそんなものかなっていう気はします。で問題の暴走不動明王、半端ないです。強さが 39,104 ということで、まあ配置だとかねミッションによってはもっと出るわけなんですけども、やばいよね。だから今回は暴走不動を取ると非常に有利っていうかさ、レベル9はさ現状では暴走不動がないと非常につらい。無課金攻略はね極めて難しい。今回のねプニットショットでの特殊能力キャラの一覧です。空転とのプニットショットでダメージアップがですね、まあ、白虎、アシュラ、そしてミッチーの3体。シュカとのプニットショットでダメージアップがですね、まあ、暴走不動、ゲンブ、そしてジュニアということで、まあ、ちょっと他のイベントに比べると特殊能力持ちキャラ少ないんじゃないのっていうね気がします。サンデーのおはじきイベントの時の特殊能力持ちキャラとね比較してみます。メアリーとのおはじきバトルでダメージアップが4体でした。そしてジャバボックとのおはじきバトルでダメージアップが、まあ復刻入れて5体ということで、やはりね特殊能力持ちキャラ少ない。ということはやっぱり追加復刻あるんじゃないの。さあ皆さんねどう思いますか。僕の予想ではですね、まあ、空転とのプニットショットでダメージアップがですね、まあ、不動がね5体、特殊能力付きでね復刻で来るんじゃないかと思います。まあ、ただですね非常に残念なんですけども、稲妻イレブンとのコラボのあちらの不動の方については今回はね復刻しないんじゃないかなと思います。してほしいけどね、特殊能力付きでね。そしてシュカとのプニットショットでダメージアップがですね、まあ、ぶっ壊れの朱雀が来るんじゃないの。今回のキーマンはですねやはり暴走不動明王かなという気がします。まあ普通に強いしね、ダブルゼータ、まあなんといってもですね桜花の鬼姫シュカとのプニットショットでダメージアップが特大がねついてます。まあ大と書いてありますけども、正直特大ですよ、半端ないです。だから暴走不動明王をガチャから引けた人はかなりねイベントがね楽になるという感じでしょうかね。プニットショットガチャのスケジュールなんですけども、6月1日から3日まで、まあ特殊能力持ちキャラ4体のね出現率アップが来ました。で今ですね6月4日から6月6日まで暴走不動明王の出現率超アップが来ています。だから迷うよね。おそらくですね暴走不動明王に関しては今回ね超アップなんで、今引くのが確率的にはね一番高い。ただですね言っても厳しいものがある。6月7日から6月9日まで朱雀のね追加ガシャが来るんじゃないの。ここもね非常に注目です。そしてその後ですね6月10日から6月12日まで復刻ガチャ、6月13日から6月15日までラストチャンスということで、
まあ、今回いつガチャを回すかがね、まあ、戦略的にね非常に悩むところ。重大な仕様変更、そうなんです、まあ、今回新イベントなんで、まあ、仕様変更もへったくれもないんだけども、大きな変更あるよね、まあ、みんなもう気づいていると思うんだけど、やっぱりこれがでかいよね。今回ですね、ダブルゼータがガチャから入手というようになりました。今まではですね、ダブルゼータはイベントのね最終目標のねキャラで、まあ、マップ入手だったんだけど、まあ、マップ入手と言いつつも特殊能力持ちキャラがねないと厳しいけどね、まあ、それがですね今回ガチャからの入手に変わった。これが非常にでかい。で、初日の確率がですね 0.4% で、今ですね出現率超アップといってでもですね 1%、 ここもね非常にね難しいところです。まあ出現率超アップ、確かにね倍以上にアップしているなんだけども、これもともと低いからだから正直ね、これ超アップが普通の数字。そうだから今まではさ、ランク Z でまあ出現率超アップで 1.2% とかなったんだけど、今回はアップしたところでみたいなところがあって、非常にね、まあ厳しいよね。まあ神引きするしかねえなみたいな感じです。ちなみにですね、確率計算してみました。一体さ、このダブルゼータの不動明王何回回せば当たるのか、まあ初日の確率 0.4% でね計算してみたんだけど、ガチャを100回回して当たる確率は 33%、 200回で当たる確率は 55%、 まあ半分ぐらいの人が当たるかな。300回で当たる確率は 69%。 だからさ、300回回してもさ10人中3人は外れます。500回で当たる確率は 86.5%。 だからね、500回回したところで、まあ、10人中ね1人は外れるっていう計算なんで、まあ、結構厳しい、まあ、500回600回の世界かなという気がします。これはですね、 Y ポイントで言うと20万 Y ポイント、課金するとねだいたい13万円ぐらいかなと思います。まあ、僕はですね、まあ、運よくですね初日に、まあ、100回ぐらいでねゲットしたんだけど、まあ、こう見ると相当運が良かったかなっていう気がする。まあ、だから今回はさ、たまたま引けたけど、次回以降ねこれが続いたらさ、まあ、そうそうさ、毎回毎回神引きも難しいんで非常に難しくなってくる。まあ、ガチャをねいつ回すか、この辺のね戦略がね非常に重要かなというような気がします。さあ、皆さんはですね、今回のイベントどうですか？そして追加要素何が来ると思いますでしょうか？コメント欄で教えてください。でちょっとね、今回さ復刻ガチャだとか、まあ、その他にもねいろいろ追加要素あるんだけど、ちょっとね時間の関係で詳しくは話しませんでした。またね別の動画でちょっとそのあたり詳しくね話していけたら面白いかなと思います。じゃあね。Oh,